僕たちのファンのイベントとミニライブが神戸から大阪、名古屋と今日は川崎でまで皆さんいつもたくさん来てくれて本当にありがとうございました。まだ天気が寒いだから皆さん風に本当にずっとぜひ気をつけてください。3月で僕たちのコンサートがコンサートはぜひ楽しみコンサートいるこみだ。はい、楽しいコンサートになると思います。はい、いえ、ありがとうございます。ありがとうございます。それで期待してください。ありがとうございます。はい、じゃあヒョンシクさん。네이번에이렇게라이브투어를하면서여러분들과여러분들의사랑을더가까이서느낄수있었던것같아요그래서더욱더뜻깊었고다음에도또더많은우리제아스랑같이만남의시간을가졌으면좋겠어요。はい、今回の、ね、ツアーを通じて皆さんと近くで触れ合いながら、その分ですね、みんなの愛情をよく感じられたと思います。はい、これからもですね、応援よろしくお願いいたします。非常に近いよ、今も、ね。はい、今もすごい近いでしょ。ありがとうございます。毎日時間が超早いですよね、皆さん。もうこの時間が終わりましたよね。진지해지금진지한거야지금真面目に話してるんですよ。笑ってない。このツアーのする中皆さんのおかげで幸せでした。そしてそんな皆さんのために毎日頑張りたいと思います。ありがとうございます。皆さん、僕たちの歌とステージを通して皆さんが楽しいな、静かにして、僕たちの歌とステージを通して皆さんが楽しいなったら僕たちはいつも嬉しいです。皆さん本当にいつもありがとうございます。と、シワンさんミュージカルとハンシさんドラマ撮影とケビンさん作曲と作曲ミロさん、スリーピースラボーズといつも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後ミヌさん。はい、早く僕もコンサートをしたいですね。見たいでしょ。はい、僕たち明日韓国で帰って韓国でずっと練習してコンサートで会いましょう。ね、約束でしょ。はい、今日は本当にありがとうございました。はい、ちょっとファンの皆さんのために僕たちが頑張ります。応援してください。ありがとうございます。それで、ね、はい、僕たちの韓国のアルバムが조만간나올예정입니다。はい、もう少しですね、韓国のアルバムが出る予定です。はい、あれ他のメンバーの皆さん聞いてない感じですか。僕は、なんで知らなかったん、僕は。皆さんたくさん聞いてください。はい、ありがとうございました。그리고사실그저뭐냐그저혼자이렇게한국어로얘기를했어요。다음에는저도 같이 일본어로이렇게인사할수있게끔공부열심히하겠습니다。네、はい、それから僕一人だけ韓国語で喋ってましたけど、今度はみんなで日本語で喋るように頑張ります。ヒョンシク、はい、ね、約束でしょ。はい、頑張ります。ここにいる皆さんと今約束しましたからね、覚えてください。はい、ということで、じゃあ本日は ゼア5 の皆さんとスペシャルイベントをお届けしました。 ゼア5 の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ以上 ゼア5 でした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん風に気をつけて、ありがとうございます。また会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、というわけで本日のイベントいかがだったでしょうか。ユースト自体は明日13日の21時からもございますので、ぜひそちらもチェックしてください。お帰りの際なんですが、後ろの方からゆっくり出ていただければと思います。というわけで本日はありがとうございました。